おごり道路は山口県山口市千寺から同市江崎に至る国道2号のバイパスであるおごりバイパスとも呼ばれる高速道路ナンバリングによる路線番号は山陽自動車道と山口宇部道路とともに E2 が割り振られているおごり道路のおごりインターチェンジ付近渋滞の一い旧おごうり町市街地を迂回するバイパス道路として 1975年2月27日に山口市と同市今坂間が暫定に車線で開通した。1990年3月31日までに全線が4車線に拡幅され、末インターチェンジか川 IC 間が自動車、専用道路に指定された。当初計画では全線平面の路線であり立体交差が設けられる予定はなかったが、 当時建設中であった山陽新幹線の工事で発生する残土の活用により低コストでの建設が可能となったため全線を盛り土で立体交差とする計画に変更された。バイパス完成に伴い山口市と同市今坂間で並行する従来の国道2号は山口県道335号江崎東線となった。また国道9号は当初は 中両交差点から南本町交差点を経て、従来の国道2号と重複する経路を取っていたが、小郡道路の完成に伴い、幸の橋交差点から、現在の山口県道2 3 5号伊佐支部、山口線に入り、岡谷インターチェンジ異性で、小郡道路を経由するルートに変更された。その後は、小郡改良のバイパス区間が完成したため小郡インターチェンジ異性で、 おごり道路を経由する現在のルートとなった。2001年3月10日には、山陽自動車道宇部下関線の建設計画に伴い、山口南インターチェンジ末インターチェンジ間を完成に車線で延伸。かか IC で接続する山口宇部道路とともに、山陽自動車道の本線と宇部下関線を、 接続する高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路に指定され国土開発幹線自動車道の山陽自動車道の一部となった。なお山口南インターチェンジ上 JCT は高速自動車国道の路線を指定する政令で指定されていない予定路線区間となっている。最高速度は時速 70km である。ありがとうございます。